吉田カバンは日本のカバンメーカー、株式会社吉田の通称、基地の正確な表記は、である。自社ブランドであるポーターをはじめとする製品を展開している。一貫した国内生産を標榜し、カジュアルやビジネスなど性別、年代を問わず様々な商品を発表している。近年ではアジア圏を中心に海外にも認知を広げ始めている。 1935年に前身である吉田カバン製作所が創業者の吉田義造によって設立され、1951年現在の株式会社吉田に改祖し東神田に本社を移転させる。1962年自社ブランドであるポーターを立ち上げる。1983年に同ブランドにおける定番商品となるタンカーシリーズを発表。また、 その翌年の1984年にはラゲージレーベルブランドを新たに立ち上げる。1981年には当時のチーフディレクターが日本人として初めて NY デザイナーズコレクティブのメンバーに選出された。創業80年以上の歴史がありながらインラインアイテムにこだわらず業界の垣根を超え様々な分野の企業やブランドとコラボレーションしたアイテムを発表しており、 その他にも、藤原広志プロデュースブランドのヘッドポーターや、ビームストの協業ショップである、ビーン吉田など、その展開は多岐にわたる。2019年5月現在、直営店、オンリーショップ、コンセプトショップの3形態で、店舗展開を行っている。国内3カ所に3店舗が展開。国内外に24店舗が展開されており、うち海外店舗は、香港、マカオ、 台湾の3カ所に、京急店舗存在している。店名のクーラ地下は、創業者、吉蔵の蔵とその妻である地下の名前を合わせたもの。雑踏に面して展開されている、店舗形態。スタッフと客があらゆるコミュニケーションを図る場所という、コンセプトのもとに作られている。品川駅、東京駅、京都三名坂の3カ所に店舗が存在する。 蒸気ポータースタンドに続いて誕生した店舗形態。名前はポーターの略字であり、ファクトリーをイメージした内装を施しているのが特徴。韓国のソウル市内に展開されている海外店舗、ポーターのロゴ。ありがとうございます。